ちょっとね、新発見さ。うおー、やば。思ってる。あー、入った。バーだよ。うわー、強くなっちゃった、これは。強くなっちゃった。てか全部なんかそっから繋がってますよね、全部動きが、うん、いやすごいなぁ。右から動くとパンチが要はこ、こう溜めなくていいんで速いの。どういうことっすか。それで今で肩だったら力入ったんですよ。で、はい、もったいないので、要はここからこういうふうに抜けるイメージがまずチョコで、こういうふうにしてこういうふうにこうしてこうして、この時に前腕まっすぐなるんですね。はい。こうやって、こうじゃない？で、これを握っていく。で、今、握る時に、これ引き寄せちゃってるんじゃない？はい、そうですね、そうですね。これを、これ、巻かれることで前腕が前に。そうそうそう、それに近い。で、今ちょっと肩出ちゃってる。あ、はい。肩出ないようにして、これ。今、そうすると引きつけちゃってるから。難しいです。うん。どういうこと？引きつけないで、こう肩に入れて。あ、分かった、分かった、分かった。こういうこと。そう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 。あ、ちょっと力入っちゃう。あ、なんか肩動いちゃう。うん。あ、でも。うん、なんか近づいてきたね。引きつけない。うん、こうなっちゃう。うん。でも今こういうことですよね。指出して、指出して。そこからこう。おぉ。いや、マジで肩動いてないですね。でも、モロストライクの動きですよね。そうそうそう、大げさにやると、今、下がこうやっててんだよ。はいはい。これ、いらなくて、こうなるほど、ちょうどいいですか。うん。あ、そう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 。うん。あ、これ、指を握る動作ってめちゃくちゃしんどい。俺、今パンパンでしょ、前腕ね、うん、引き伸ばされながら使うから。いや、すごい難しいっすよ。うん。うん、今、これ、真面目にやっちゃってるな。ダメなんですか。いや、いいんだけど、スルコンさんが叫ばないとなんか、いけないのかな。これちょっとまだ肩からやってていいんです。指先から。で、これで指先で、ちゃんと巻くとこまで、ここまで、ちゃんと拳作ると思う。そうです。うん。ちょっと肩が出ちゃってるね。最後ちょっとグーで握っちゃってるから、最後のとこまでこうやって拳。そうそうそう。あ、肩、うん。うん。組みたい。あ、でもパンチフルコーンの方がスムーズやな、うん、ちょっと今ので軽くパンチって言うんですか、うん、肩がこう動いたらダメってことですよね。肩が出ちゃう、うん、こうなってダメってことですよね、うん、まあこれからついてくる分にはいいんだけど、はい、これ順番に動いてって、まあ、ついてくる分にはいいんだけど、先に出ちゃうと、うん、動いちゃうと、うん、難しい、これだけ難しい。でもなんかこれをやることによって脱力してめちゃくちゃ奥に入り込みそうっていうのがすごい分かる、うん、だから欲しい、うん、あとね、どうでしょう、まあ、これが分かりやすいのが、これ手をこうしてもらって、僕は手ここにあるじゃない、はい、でこれをここに触りに行くん で僕はこうモーション見えたらすぐこれをはたいてみて、はい、これをはたいてみて、そうそう、これね、来たなと思ったら面白いです。止める。うん。下なと思ったら止める。そうでしょ。で、指先行くと。うおー、やば。やば。で、指先行くと。うおー、やば。これ出番だ。指先よりも笑いちゃった。いや。とりあえず叩いてみて。うん。これやばいわ。体幹から打つか、指先から打つか、打つつないで。こうでしょ。もうこれ、受けられるかな。はい。これはあの、かなりこっちから体を動かしてるから、これ指先から行くと、これ指先から行くと、ちょっと動くのタイミングが、はい、一瞬ね、うん、はい、遅れますね。それで間に合わない。やばいわ。指先から動く。でもストライクだ。じゃあ指先に体がついていくってことですかね。うん。指先に、うん、でそれで握り方をね、はい、この今はこうじゃない、はい、これをこういうふうに人差し指から握ったりとか小指側から握ったりするとこういうふうなフックっぽい動き、いや鉄椎っぽい動きが生まれる。はい。うん。
うんうんうん、それとさっきの送り合わせなんか結構毎日とかしてきてもらって見てるじゃない、こっからこうバーンみたいな、はい、指先のそれは人差し指からってことですよね。確かに小指から握れって言われてるけど、確かにフックとかアッパーの時って人差し指から握ってますもんね、うん、こういうちょっと巻いてくるような、うんうん、まあ基本体は内から外のパンチって痛い、うん、外からやから、ね、あと人差し指から握ってくる。でも小指から握るって言われてなかったんですよ、ね、でも俺もここら辺握ってない、人差し指中指と親指こうしてて、確かにこういくよね、うんうん、でも、あの小指から握るって何だろう。言われるよな、うん、いや、北川先生、パンチ重た。あれ、ね、小指から握るっていうのは、だからこうやって当たるときには小指から握ってこう固めた方が強いから、はい、多分それで小指から握るっていうんだろうね、はい、うん、多分こういう力、まあ、システムだったんですけど、こういう低身のパンチが多いから、はい、やっぱこっちから打つ、うんうん、まあ、そっちの方が力当たるのがここなんで、うん、拳なんで、まあ、ね、はい、そうっすよね、うん、いや、なんかここ曲がってんの、まあ、そうっす、こうなっちゃう、そうそうそう、だからここがまっすぐ引っ張られてるとここがまっすぐになるはずなんです、苦労してる、ちょっと指借ります、はい、指を貸します、うん、でそんでこれで下まで下の拳ができると思うんです、うん、ここまで、うん、今肩でいってる、うん、あとね、でもだいぶなくなった気がする、さっきなんだけど指をこっから曲げちゃってるんだよ、あは、そうっすね、そうっすね、こっからうわ細か、まあ、関節があるとこ全部使えってことだよ、そう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 、あ、そうそう、その方が早い、あー、いい、うん、ちゃんと指先から行って、そのこれが今握りしめてるから、これが握ったのが、で指ってここまで繋がってるから、腕の筋肉、うん、あ、そうなんですね、うん、で、そう、確かに、はい、そうっす、だって、まあ、握ってここがパンパンになるってことだから、そうっす、はい、そう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 、創始神経、精神、うん、だからここまでこの指が繋がってるから、こうやって引っ張られると手首がまっすぐになって、で、ここまで来る、はいはい、うん、それに、やるそうそう、本当に指先からこれなんか北川先生とこんな真面目な動画久々だったねえ、ちょっと真面目にやっちゃって、なんかどうしよう、お笑いがない、お笑いがない、お笑いなくていいのかな、これちょっとね新発見ですよ、うん、いやこれの練習としてね、はい、こうやって指スモを自分だけ床につけて、はい、こうやってナイス、うわうわ、ちょっと手で手でやるのかな、ゆうとやってみなよ、これ多分無理だ、絶対に自分だけおおもろいね、ちょっとフルコーンさん、フルコーンさん、いいじゃないですか、あ、ひびは全然負けてる、だけどつくのもあるよ、自分だけ、はい、自分だけ、え？あったわから、え？そう、言うとえ、こう、俺これいけそうな気がする、いいと思って、思ってる、え？意外にしんどい、全然動かない、いけそうな気がする、ここだけですよね、そう、自分だけやと思うわ、するの、ちゅ、膝で、膝で動かしない、ちょっと足の指使ってない、使ってないでしょ、これでいい、はい、交代して、まあまあまあ、そのもの最初はねできないよ、すげえよ、嘘だったもん、これちょっとね、うん、練習だわこれ、うん、これやっぱり指先とか強くなると、で、あとこの手も動くなってくると、もっと強くなる、やっぱ末端から、うん、鍛えたらですね、うん、でもなんかね、ここから曲げる、これ第一関節ですか、うんうん、こっから曲げるっていう概念なかったんですよ、もうこっから第二関節で、これ、うん、第二関節から曲げていく、いや、なんかね、でも第一関節から曲げる意識でやった方がパンチ早く打てるんですよ、指の方がいいですか、はい、マジで早く打てる、え、ちょっとパンチ打っていいですか、
打ってあげて。普通バージョン。第二関節バージョン。これ、第一関節バージョン。あ、おい、音も違うし、話も違う。なんかね、脱力できるわ。こうだと重ねちゃう。やってみたら分かるんですよ。おお、いい。え、受けてる感じはお互いどうなの？痛い。あの、伸びてくる。そう、奥まで来る。うん。まあまあ。まあまあ、これやし。だって、ドンって言ったもん。そう、あとね、打つときに、肩前入っちゃうの。いやー、うん。こうなっちゃった。そう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 。これをこうやって伸ばしてあげるのがあって、こうでしょ。こうして、こうやって、この方向のストレッチ。抵抗しているですね、抵抗しているん？伸ばして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 。これは今どこをストレッチしたんですか？手首、ここ、あ、肩周り、うん、この辺、うん、どうしよう、固まっちゃうもんね。そうだね、グッて固まっちゃうんですよ。そうそうそう、だからまあ固まっちゃいそうなところを動くようにしていくと、はい、すごいですよ。伸びしろしかないですね。伸びしろしかない。じゃあすごい、本当にすごいっていう、なんか真面目に終わってしまうな。いや、終わってしまっていいです。終わってしまっていいか。はい、はい。いや、もう2人は身の安全しか今考えてない。終わっていいんですよ、じゃなくて。それがいいんですじゃないですよ。終わらせてくださいって。え、そのムチ受けたい。え、そのムチ受けたい。いや、もういいやな、あれは。これでもこっからいいっすね、うん、ちょっと早く見てしたいな、うん、あ、なんかね、いいわ、うん、全然いいめっちゃいいっす、ね、語彙力はないけど、うん、だから伸ばすんじゃん、伸びてるから、うん、余計に突きがこう、指先から抜けていくから、うん、で、これもあのもう一個の使い方があって、こうやってパーッと打つじゃない、ちょっと開くと完全に手を戻ってくる。おお、だ、要はもうこれが脱力になるんですよ、インパクトというか。そうそうそう。で、ここで打った時に固まっちゃうと、あるぐらいか、こうやって指の力でも戻ってくる。うわ、ちょっと早く見てしたいな。でもめちゃめちゃ使えるね。いや、これね、あの、すごく実践的というか、実践的で、なおかつ、うん、すぐできる。この意識を持ったら、こっから行くんだよっていう意識だけで。うん、うわ、なんか伸び違う。あ、伸びが引っ張られるな。うん、なんか先生。いや、真面目にやってる。真面目ですね。真面目にやっちゃったよ。あ、ありがとうございます。うん、ただただ特注とか特する動画でした。これ練習します。うん、あの、これくるくるするのは多分自分一人でやると正解見つからないと思うんですけど、これはあのマジで分かったっす。あとね、じゃあ指の形で言うと。ちょっと指を打ってきてもらって、こうやって、ね、指でこう当てちゃうんですよ。え、どういうことですか？当てちゃうって。こう指で押してるじゃない？はい。で、この指で当てると、こういうふうに。あ、なるほど、なるほど。このね、当てちゃう。これ当てるんだよ。ここで。あー！そうそう。いったー！ここで加速できる。なんでよっけんだ。あ、これさばき使えるんですよ。こうさばいて、こうやってさばいて、こうやってこの指で、ここジャンプするの、こうやって。おお。そうすると、こうやってパンチいけるかしら。ちょっと軽くやっていいですか。はい。そう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 。うわ、これ使えるわ、すげえ。そう、相手のこの、そう、それでもいいし。うん。ちょっとわーってやって、こう、こう。あと、こう、こう来て、一つずつやって、そうそう。うわ、これは。発射台、発射台、これ す
すごいな。腕が使えるとね。そうですね、あのグローブ競技じゃないからこそ使えるものですね、今日やったのは全部。本当に、うん、グローブ持ってる人でも多分意識だけで多分ね、だいぶ変わる、変わると思う、うん、あでもやっぱ伸びてた方がいいのか、うん、の方が多分引っ張られるから筋肉も、うん、一番力を発揮しやすいんだと思うけどな。で、多分ね、この辺緊張してないですね、うんうんうん、要はこっ、ふっってなるからここめっちゃ緊張するんだよ、うん、これがここ第一関節が曲げをするから、うん、あそう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 、緊張しないっす、ホールになりますね、うん、ホールになる。うわ先生、はい、強くなっちゃった、これは強くなっちゃった。うわ、これよ、あめっちゃいいな。うわおいいいいいいね、うん、もう全然違いますか、早いっすよ、うん、ずっと最近力みっていう課題があったんですね、その力んでしまう、うん、やっぱ年とともに力みが多くなってくるんで、うん、それをどうやって解消していこうかな、それかもう力みとともに生活していこうかなって共に生きる覚悟を、そうです、うん、やっぱでも僕の強みっていうのは脱力だったんですよ、うん、それをどう探っていこうかな、じゃあもうタイミングだけに特化するのか、うん、っていうのをよく考えてたんですけど、戻ってきました、よかった。ここも尺取ってるからやんないけど足も同じなんだよね。あ、そうなんですね、そうなんです、実は。あ、でも足も蹴り速くなる、うん、なんかちょっとうーん、言ってる意味すごいわかる。おきた、ちょっと早練習したいな、これそう、普通に真面目に強くしてしまうから、ね、あー、嬉しいです。あこのお笑いコンビ呼んで、なんかこんな真面目にお笑いコンビ、お笑い芸人に来てもらって、いや、もうそんなになっちゃって、本物の時に僕怒られちゃうんですということで、しかも古川さんほとんど出番ない。いやいや、ありがとうございました、できなかったはい、十分でございます、十分。視聴者の声をちょっと聞きたいですけど、視聴者の声どうなってるの、何だったんだ、何だったんだと悲鳴がないじゃない。僕は僕の方を見てくれて分かるわ。ほかさんチャンネルは全員悲鳴上げてます、ね、上げてます、すごい悲鳴上げてるんで、はい、悲鳴聞きたい方は悲鳴です、ジュブタンチャンネルとジュコンタクトチャンネルと、はい、あと名前が出るのかな、スポーツチャンネルね、はいはい、見てください、お願いします、ということでどうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。